おはようございます。2月7日火曜日、新聞コラムの読み上げを行います。今日の三経名の表題は次のように決めました。地獄の沙汰も金次第を地で行くフィリピン入管。では読みます。江戸時代の囚人は重労の際裸にされ、衣類の縫い目から髪の中まで調べられる。牢内への私物の持ち込みは固く禁じられていた。もっとも幕末になって世相が騒然としてくると、牢屋内の規律も乱れてくる。さまざまな方法で金が持ち込まれた針板に手数料を払えば、酒やタバコを含めて何でも買えるようになった。新入りから金を巻き上げた牢名主らは、牢内で博打場まで開いていたという。江戸の牢屋中島茂雄著。フィリピンの入管施設でも、地獄の沙汰も金次第を地で行く日々が続いていたようだ。不法滞在などで収容された外国人は通常共用のスペースで雑魚寝を強いられている。ところが職員に賄賂を渡せば、エアコン、トイレが完備した個室を利用できる。酒やタバコはもちろん、スマートフォンを何台でも調達できる。この施設からルフィを名乗る渡辺優樹容疑者ら4人のグループは、特殊詐欺や全国で相次ぐ強盗事件の指示を出していた。犯罪者にとって天国のような施設から日本に強制送還されないよう、悪事を働かせもした。虚偽の刑事事件をでっち上げて裁判を起こさせたのだ。誤算だったのは、今月8日に迫るマルコス大統領の日本訪問だろう。日本はフィリピンにとって最大の援助国である。犯人引き渡しを求める日本の要請に対し、ゼロ回答のまま出発するわけにもいかなかったはずだ。案の定、昨日までに少なくとも2人の事件の控訴が棄却され、送還が実現する。4人に不当な便宜を図っていたとして、入管施設の施設長と職員計36人がすでに放出されている。犯罪者を送り出す側と受ける側、今回の訪日でこうした両国の悪しき関係を見直す道を探ってほしい。令和5年2月7日火曜日、三経名の読み上げを終わります。昔の牢はすごい厳しかったのに、だんだんと規律が乱れて、現代のようにもなってます。ここは入管設備やけど、日本の入管設備は人を殺すようなところだから怖いですね。マルコス大統領が8日に日本を訪問するということで、それに乗じてのことで、ルフィの面々が送還されるということは、いいことだと思います。以上です。